うわー、これジメジメしてるんですよね、ここ。これタウンですね。これヒルとか出そうですね、ここ。うわー、ぐちゅぐちゅ。うぅ。いやいやいや、こういうしけってるところはなんかいろんな変なのいそうで怖いんですけどね。あ、今今日はもうちょっと風が強すぎてロードには乗ってないです。なんかこう日陰は気持ちいいですよね、こういうとこは。路面がぐちぐちなとこがあって嫌なんですけど。ああ、いや、一発踏んでみますか。よいしょ。いや、もうすごい天気いいんですけど、まあ、ここはあの森の中なんで風は遮られてはいますけれども、とにかくすごい風ですね、これ。これあのディープリムのギア車なんか乗ったらまっすぐ走んないんじゃないかなってぐらいの風です。その点ですね、ランドナーは全く風を影響を受けないと、受けない感じでございますね。あ、いや、本当は、まあ、どっか林道行きたいんですけれども、ちょっとあの連休中は、各地込み込みで、林道には行けないという感じでございます。よいしょ。あ、まあ、あのこういう、ランドナーですね、非常にこうどこでも走れて、ツーリングの相棒には、あ、我々世代には、あ、すごくいい自転車だなというふうに思って今でも乗っております。ただ我々世代でももうランドナー重いからやだなっていう人もかなり、いらっしゃるんで、乗ってない方ももう増えたかなと思います。以上です。